おかしなおかしなおかしな世界は1963年のアメリカのコメディ映画。当時の大物俳優やコメディアンなどが多く出演した豪華ドタバタ喜劇、主題歌はシュレルズ。公開当時は初のスーパーシネラマ方式で上映された。当初は210分だったが、プレミアの時点で192分に短縮された。しかし、ユナイテッドアーティスツはクレイマーの意向に反して、 さらに161分にまでカットして劇場公開した。この他、154分、182分など、編集の異なるいくつかのバージョンが存在し、日本で広く入手できるのは161分版。2014年、クライテリオンコレクションにより、カット部分を可能な限り復元した197分バージョンが、ブルーレイ、DVD の5枚組のセットで発売された。 35万ドルを盗んだ強盗犯スマイラーが警察から逃げる途中で交通事故を起こし車は谷に落下した。偶然通りがかった車の運転手らが下に降りるとまだ生きていて彼らに35万ドルは大きな W の字の下に隠したと告白してスマイラーは死ぬ。それを聞いた5人の男らが警察に通報せずに欲に駆られて 我先にとその大金を手に入れようと、女性も混じって、沈騰中をする。しかしやっとのことで隠し場所を見つけ出し、大金を目にしたが、全く意外な人物に横取りされて、今度は取り返そうと追っかけが始まる。カッコ内は日本語吹き替え、この作品には、往年の喜劇俳優バスター・キートン、サンバカ大将、ジェリー・ルイスなどが顔を出している。 この映画はシネラマ方式で撮影されて映画公開時は初めてのスーパーシネラマとして上映された。この当時までシネラマは3台のカメラを使って撮影されて上映は3本のフィルムを同時に回すため3台の映写機が必要であった。初期はこれがシネラマだなど自然を映した記録映画が主で物珍しさだけが売り物であったが 初めて劇映画に使われたのが1962年の西部開拓史であった。迫力はあるが、3本のフィルムを回すため、横のつなぎ目のところがどうしても線が入ったように、見にくく、そこで、それまで使っていた3 5ト、mm、ルフィルムでなく、7 0ト、mm、ルフィルムにして、そこへシネマスコープのようにアナモルフィックレンズをつけて撮影し、 上映時は横に広げられるようにして1台のカメラで1台の A 写機で行けるシネラマとして当時、スーパーシネラマと名付けられた大型スクリーンの最初の劇映画であった。しかし、この映画が上映される頃には、すでに 70mm フィルムは A 写機を新たに設置しなければならず下火となり、シネラマもそれに見合う内容のある超大作を制作できる時代ではなくなり、 大型スクリーンはシネマスコープやパナビジョンのように従前の 35mm フィルムが使えるものが多数となり、やがて劇映画でシネラマ使われなくなった。この映画も最初のロードショーではシネラマ専門の映画館でしか上映できず、その後の2番館で上映する際は 35mm のシネマスコープサイズに変更して上映されていった。これは米国でも同じ状況であった。 序曲、インターミッション、終局が含まれる。ABC、It's a Mutt m a t t m a t t m a t t World、ボックスオフィス、ビジネス。インターネットムービーデータベース。2011年1月12日閲覧。It's a Mutt, m a t t m a t t m a t t World、クライテオンコレクション初放送1975年2月2日、テレビ朝日、日曜洋画劇場 DVD 収録。 ありがとうございます。